こんにちは、山根さん。メッセージありがとうございます。まあ、メッセージと言いますかね。一般公開動画なんで、私宛てということでもないんでしょうけども、何人かの方にね、もうすでに見ていただいている、今回のザ・サインのページを開通したことによるアンサー動画をいただいて、私も良かったなと思います。私のね、お伝えしたかったメッセージ、手元のカードを使えってことなんですけども、本当にその通りなんですよ。今、手にあるカードを使って我々行くしかないんですよね。でも多くの方っていうのは、あれがないからできない、これがないからできないって言うんですよ。確かに私は今、ナイトライダーのね、トランザムっていう車を使って、YouTube のアクセス、かなり飛躍的に稼いでますけども、持ってない時からちゃんとアクセスっていうのはね、積み上げてきたわけですよ。それこそ1再生、2再生っていうのを、ものすごく感動して大事にして、繰り返し繰り返しそういうことを、凡事徹底してきて、1年、3年、5年と来てるわけなんですよね。その積み重ねの上に、まあ、ナイト2000っていうものが手に入る段階に来たってことなんですよ。で、今は手持ちのカードがだいぶ増えてきましたけども、最初はやっぱりね、何もなかったわけですよね、カードっていうものが。体力とか、気合とかね、将来の夢とか、こんなものばかりしかなかったわけですよ。ですので山根さんもね、全然大丈夫です。で、これからね、日本のいろんな表情を多くの方が見たがっているというふうに思って、この西アークラソンから YouTuber してる人なんて誰がいますかってことなんですよ。それだけで日本一の YouTuber になりますよ。日本一の YouTuber、日本一の西アークラソンを応援する YouTuber が西アークラソンからその魅力を伝える、いいじゃないですか。特にね、西アークラソンではなくても近くにハルさんもいらっしゃるんで、2人でね、サインのスペシャルを作ってみたりとか、この前も Facebook ライブをしてくださいましたけども、ああいうことも一つ一つ、多分ですけども、私がやってることに影響を受けて、自分のカードでやってみようというふうに考えてくださった結果だと思うんですよ。もうね、私たちにはそれしかないです。今、手に持ってるものをちゃんと使いこなすことでしか、手に持ってないものがもたらされることはないんですよね。今あるものをしっかりやっていけばと思うんですよね。まあ、今回ね、山根さんが送ってくださった動画の後ろに、山がね、こうやって見えてますよね。あの山の解説だってとっても素敵なんじゃないですか。日本人っていうのは富士山以外の山ってほとんど知らないですからね。じゃあ西アークラソンにそういう山があるんだ、西アークラソンっていうのはみんなの大好きな暗号通貨で村おこしをしてるところなんだっていうね、そういうふうなここにしかないものっていうのをお届けできるかどうか、これに挑戦していただきたいと思います。私もですね、ここにしかないものを送り届けるためにナイト2000というものを使いますし、速稼塾ってものをこれからもね、充実させていこうと思いますし、マイアミから速稼塾の発信をしてくださるって人も一人しかいないですからね。やっぱりそういう自分しかできないってものをこれからも大事にしていこうかなと思います。山根さんもきっと同じ気持ちだと思います。誰でもできることではあるんですけども、自分にしかできてないこともあるんですよね。これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。